一通り読んだかなと思ったらそうでもなかった。はい、日本の一つまって低層硬い方だと思いますか。フランスよりは硬いんじゃないですか。ブロックチェーン技術がインフラとして使えるレベルになるには決済の確定前の時間を短くする必要があるように思うんですが、それって解散の体制とのトレードオフなので難しいように思っています。僕もそう思います。まあ、ただ内部でじゃあその信頼されたノードに関して その決済をするっていう、ビットコインの場合ってじゃあそのハッシュ値が正解になるものをひたすらブンブン計算力で回すっていうタイプなんですけど、リスクみたいな信頼されているノードが信用したものは信用しているものであるっていうあっち側の理論でいくとそんなに計算量は必要ないので、でそれをじゃあその野面の人たち、要は野面のノードが認証するっていう形にすると、じゃあそのノードを乗っ取っちゃえとか、そのノードに勝手になるためにじゃあどうすればいいかってなるんですけど、じゃあその社内のデータベースでじゃあそれがその冗長性を持たせたいという時に、その社内のデータベースのノードを何度も増やすよりもそっちの方がコストが下がるっていう時代が来るかもしれないです。そのハードウェア の, その、ハードディスクとか SSD とかが異常に安くなって、で CPU コストの方が高いみたいになると、そっちの方が実は要はそのデータベースで堅牢なものを1個作るよりは似たようなものをバババッといっぱい作った方が冗長性は高くなるっていう状態になるかもしれないですけど、まあその普通に仕事でブロックチェーンをシステムとして入れましょうって言ったら、こいつ流行りで言ってるだけだなって今は思います。はい、全世界で最も悪な存在になりたいと響きています。そうなれば世界中が自分より善人しかいないのでとても生きやすいから。この発想って善ですか悪ですか。うん、善じゃない。ほら、要は自分より善人しかいないのが生きやすいと思ってる時代、それは善なんじゃない。多分悪の人だったら善の人がいるだけで自分が生きて生きづらいと思うんじゃないでしょうか。ひろゆきは自由を束縛されたくないと言いつつ宝箱に支配されている。そうなんですよね。僕あと40分後に宝箱を開けなきゃいけないんですけど、そういうなんだろうね、こう自分の人生を2時間59分40秒ごとにこう行動をコントロールされてるって、そういう生き方をしてるので、それではかなり自由度は低い方なんですけど、まあ、とりあえず宝箱じゃないんですけど、まあ、ちょっとやらなきゃいけないことがあってやってますけど、そういう意味ではまあだからなんだろうね、人は何かにその束縛されたいと思っちゃってるのかもね。ソシャゲとかやらなければそのもっと自分の自由な時間増えると思うんですけど、なんとなくやっちゃうんですよねっていう感じで、そのなんか依存を人は増やしてしまうんじゃないかなという気がしますけども、そのなんか登戸の話にもなると思うんですけど、その自分の人生に何かしなきゃいけないとか束縛がある人ほど割とそれを維持しなきゃいけないっていうので、通常ルートのレールに残ると思うんですけど、通常ルートのレールから外れちゃった人って何をしてもいいやっていうので、まあ突飛なことをやっちゃったりするので、そういう意味でその通常ルートに残る道っていうのを人はどこかに残しておいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、すげえ抽象的な言い方をしました。以前日本は貧しくなるから犯罪や暴動が増えるとおっしゃってましたが、バブルの頃に比べて年々軽犯罪率は減ってるようです。なんとなく貧しさと犯罪率はあまり関係ないんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。もし日本が江戸時代くらいの生活水準になったら日本は犯罪だらけになるんでしょうか。多分逮捕率を見た方がいいんじゃないですか。例えばバイクとかって盗まれてもほとんど返ってこないので、申告しないとかあったりするんですよね。ぶっちゃけ堀江さん嫌いですか。なんで嫌いになる理由はあんまないですけど。リスティング広告の運用の仕事をしています。今後ウェブマーケティングの業界はどうなると思いますか。まあでも今の人って生まれ持ってずっとスマホ持ってるみたいなので、物を買うのもスマホが当たり前っていう時代がずっと続いてるので、そういう意味ではウェブマーケティングの仕事はずっと増え続けると思うんですけど、ただしその既存のじゃあウェブサイトに広告載せたら人が来るよねとかっていうのじゃなくて、いかにその人にこれがあったかも本当のことかというのように信じ込ませるかっていう、フェイクニュースがやってるやり方っていうのをマーケティングに生かすっていう方向にした方がいいんじゃないかなと思います。世界三大投資家の一人であるジム・ロジャースが、統一した韓国は世界が注目する潜在力の大きい国になるだろうとおっしゃってますが、そういうのになると思いますか。はい、多分なんかどっかの本で僕書いたと思うんですけど、
そもそも朝鮮半島は統一した一つの国家になると思いますか。はい、もともと一つの国家だったんですよ。で、まあ似たような言葉も喋ってるし、人種的にもほぼほぼ一緒なので、単純にそのアメリカとソ連の戦争の問題で半分に分かれたんですけど、その核を持ってるっていう軍事力があるのと、それなりに経済力を持ってるっていう韓国が重なった方がうまくいくよねっていうので、割とそれが統一しないと考える方が難しいんじゃないかなと思います。それがその10年後なのか50年後なのかって時間の問題は別にして、あのお互いに一緒になった方がいいよねと思ってる国が一緒にならない理由がないっていう。14年働いた企業を辞めようと思ってるのですがどう思いますか。転職先を見つけてから辞めた方がいいと思います。いろんな人に恨みを買ってそうだけど、なんで刺されたりしないんですか。彼ら謝りまくったりしてるんですか。恨み買わないんじゃないかな。別になんかほら僕に悪口を言われたとしても大してどうでもいいと思う人の方が世の中多いんじゃないですか。僕はあのひげおやじさんの悪口ずっと言ってますけど、ひげおやじさんには、いつか刺されるかもしれないですけど、まだ刺されてないですね。はい、日本のフィットネス事業はこれからどうなると思いますか。増えると思います。なぜなら一部のお金持ちは増え続けるので。で今ってそのモテるっていうのが割とその顔つきのなんかいろんな顔つきでもあんまり気にしないよねっていう、その昔はなんかじゃあジャニーズ系ってこのタイプじゃないとダメだよねみたいなのあったんですけど、割とそのいろんなバリエーションの顔も評価されるようになってきたので、そうするとあとは体型をどうするかっていうので、でフィットネスって金払えばなんとかなるので、その筋肉つけるにも何しろ、なのでそのモテたいから金を払うっていう人は金持ちの中では需要はあり続けるんじゃないかなと思います。オリンピック終わった後あまり注目されない可能性や24時間準備で、低価格競争が始まってる、まあ、低価格競争になると思うので、その高い価値で高い値段を取るっていう金持ちの方向にシフトした方がいいと思います。あのコナミさんがやってるようなあの大量にこう安かろう悪かろう的なジムの方向性は良くないと思います。コナミさんのジムが悪いかどうか分かんないですけど、すいません。今の彼女はフランス人なの。うちのその妻は日本人ですよ。彼女ですけど、はい。これから高所得者と低所得者の差がさらに出るってなってるけど、なんでそうなるの？あの金稼ぐのが簡単になっちゃったんですよね。じゃあ例えば昔じゃあ雑誌を作りますって言った場合って、じゃあそのライターさんっていうのを面接して契約して文章を書いてもらって、でその上げてもらって、それ編集者がチェックしてとかになったんですけど、今ってじゃあウェブでサイト作っ雑誌みたいなサイト作りますって言ったら、じゃあそのライターさんが集められるようなサイトで、なんかじゃあこの1記事書いたら100円なっていうと、100円でも書きたいですっていう人が日本中から来て100円で記事書いてくれるんですよ。でも昔の時代って雑誌ってページ2万とかなんですよ。1ページで2万円払わないと働いてくれなかったのに、今や100円でやってくれるんですよ。なので搾取めちゃくちゃしやすいんですよ。っていうので金持ちほどビジネスがうまくいって、でじゃあその自分がビジネスをやる金持ちじゃない側っていうのは、昔はじゃあ1ページ書いたら2万円だったんですけど、今はじゃあ一生懸命書いても200円とか400円しか儲からないっていう。なので高所得の人とその低所得の人っていうのがどんどん分かれていって、中間の層が少なくなるっていう話です。はい、先日生活用品を便利なものにすると幸福度が高くなるという記事を見たのですが、それでも生活レベル上げない方がいいですか。別にあの生活レベルなんだろうな、自分が幸せになると思うものだったらお金払えばいいんじゃないですか。だからそう継続的にお金払うものだと、その継続的なお金はどっから生えてくるんですかって話なので難しいと思いますけど、はい。ちょっと鼻かみます、すいません。米粒を長時間かけてでも一つも残さず食べることが、常識でマナーが良いことだと思いますか。マナーとしてはそうじゃないですか。日本の場合は他の国の人気にしないですけどね。2チャンネルを作った動機は社会実験ですか。まあ面白そうっていうのを社会実験と呼ぶならそうなんじゃないでしょうか。ひろゆきさん、人の命よりコストが重要ですか。僕個人じゃなくて、この多分前回のあのアベーマ TV の話だと思うんですけど、社会システムをどう設計するかって話なので、社会システムを設計するときって要は国の財政っていうものをどう割り振るかって話なので、そこはその数字の概念がないとそもそもその予算をつけるということができないと思います。
今後年金が返ってこないと言われてますが、それなら払った分回収したいんですが、方法はありますか？長生きする。先日オキュラスクエストが発売されましたが、ニルクさん VR をどう展開すると思われますか？なんか面白いなんだろうな、5分で飽きるちょっとしたゲームを超えてないので、僕は蚊で払う気はないですね。まあ別にそういうのが面白いと思ってやってるのは全然いいと思うんですけど、なんか30分とか5分で飽きるのがなんかちょっと僕は分かっちゃってるので、まだ手を出したいとは思わないですね。